伊藤住夫の天下の一大事。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役会長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤住夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤住夫の天下の一大事。伊藤さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしく。さて、先週はちょうど伊藤さんが千葉から名古屋に戻ってくる時の反自動運転の良さ、はい、もう今の技術の目覚ましい進展ぶりからのですね、はい、日本のものづくりというのは国の大きな力なんだよ、外交カードになりうるんだよっていう、これはもうかねてからの伊藤さんの持論と、うん、そうですね、いうところまで話が及びました、うん、そして日本の舵取りをする人はそのものづくりっていうものにどれぐらいの思いを寄せることができるかという、ね、そんな話で締めくくりましたけれども、はい、そうなるためにはこの日本っていう国が周りの国々にどういうふうに評価されているかっていうことを私たちが知ることも一方では大切ですよね。そうです、気にするべきでしょうね。でこれが、うん、まあ、コロナ禍の前であれば、うん、外国に出かけていって、それは仕事であったり、プライベートであったりあると思うんですけれども、はい、異文化に触れて、うん、いろんな人に出会って、うん、なんなら料理を食べたりとか、はいはいはい、観光地を見るという行動の中にも、ああ、それぞれの国って日本とこんなに違うんだっていう発見ができる。その発見と引き換えに、相手の国々が日本をどう見てるかっていうことも僕らは分かってくるようになっていくんですよね、うん、はいはいはい、ところがコロナ禍で人の行き来が難しくなった、円安になっておいそれと外国に行けなくなった、いやその前から若い人たちってだんだん外国と触れ合う機会が減っているっていうような中で、うん、そういったせっかくの感覚がちょっと鈍ってるかなっていうところもありますよね、うん、なるほどね、うん、で実は先月9月のこの番組の中で、うん、日本のことをいいと思っている、比較的ね、はい、そういう国、うん、いやあんまりよく思ってない国、まあ、いろいろありますよっていうのを具体的な国の名前を挙げて、うんうんうん、おしゃべりしてきましたけれども、はい、まあ、全然9月1ヶ月では伝えきれなかったですよね、ですね、はい、まあ、これまで伊藤製作所はフィリピンに、うん、あるいはインドネシアに工場を建てたということで、はいはい、うん、この2カ国から見た日本っていうのは随分興味深いことができました、うん、あ、なるほど。他の国だと例えば日本のことをいいなと思ってる国は、うん、それがね、他の国にある国に焦点当ててもいいんですけど、全体的な話をちょっと申し上げたいのは、はいはい、30年前20年前10年前と現在と、はい、全世界の皆さんの日本に対する見方がどんどん変わってきてるんですね、はあ、日本では、うん、それこそサラリーマンの給料が上がらないとか、うん、いろんな面で失われたとか停滞している、そうそう、寂しい話が多いんですけど、デフレがみたいな、評価は変わってるんですね。ある意味でね、日本は少し停滞してるなっていうのは世界中は知ってますが、はい、日本は何らかのきっかけで飛躍するだろうという見方もしておるようですけど、ええ、僕はその10年単位で変わってきたという言い方は、はい、30年前ですとね、ええ、英語でファーイースト、極東、一番東の国、日本はすごく遠いんだと、はい、行こうと思っても大変だと、うん、日本に行くならね、例えばタイのプーケットとかハワイとか、まあ、そういうところとかに焦点当ててたのがどんどん変わってきて、一気にその最近の話になりますと、本当に全世界から日本の評価が良くなってるんですね。だからこれだけいいとなると、はい、当社は25年前に海外に進出しました、あの時の雰囲気と今と比べたら本当に日本に対する評価、日本人に対する評価が上がってきておりますので、ものすごくやりやすいなという気がするんですよ。
先ほど伊藤さんの口から極東、うん、ファーイーストという言葉が出ましたけど、これはヨーロッパから見て東の端っこっていう発想で、それこそ500年600年前のマルコポーロの時代ではありませんけれども、うんうん、その東に黄金の国ジパングと呼ばれるところがある。いやどんな国だろう今みたいにおいそれと飛行機で行けるような国じゃありません。船に乗ってもナンパしてたどり着かないかもしれない。そういった中で行けないぐらい遠い国で憧れを膨らませて、未知の国、日本いい国、はい、でもそれとは全く評価の基準が違うわけですよね。そうね、アメリカから行けば西になりますね、はい、でもアメリカもヨーロッパの方見てますから、ヨーロッパに行ってそれからまだ遠いんだっていう、やっぱりファイズと地球75% ぐらい、270度ぐらいぐるっと回って極東なんですね。伊藤文雄の天下の一大事。日本が20年30年の間に非常に良くなったし、日本のことをよく思ってくれる国が増えたっていうことなんですけど、はい、これは皆さん耳にして見えると思いますけど、例えばあのサッカーの国際大会でね、うん、負けたにもかかわらず掃除をして、あ、観客が、ね、帰ったとかね、はい、あるいは大谷翔平さんは本当に紳士だねと、うん、あれほどの高額の給料を取りながらね、グラウンドのゴミを拾うとか、うん、あるいはあれだけの給料が高ければね、たとえイチローさんが年上であってもね、うん、アメリカ人なら大きな顔するんですよ、上からの。あ、もう年上と下関係ない、関係ない、もう給料一番もらってるやつが一番偉いんだみたいな、ね、それをイチローさんと会った時に90度曲げてね、でも10秒ぐらい曲げて挨拶したと、あれがもうアメリカ人見て不思議で仕方ないっていう。あ、だからまあ僕らが普通に抱いてる先輩後輩みたいな感覚、やはり金を持ったレベルの高いものが強いんですよ。あ、でもそれは今という時間軸ですもんね、はい、あのやっぱり偉大な先輩に対して敬意を払うっていう、そこですね。そうですね、そうですね。それと今たまたま円安ということで、海外の方が日本に来るには非常に安く来れますから、結構日本に来る海外の方多いですね、世界中から。いや本当そうですね、僕らが諸外国になかなか行きにくくなってる代わりに、うん、日本にいながらにして、はい、様々な国の人たちと出会える。我々行くと昼ご飯がもう5000円ですから高いと思うでしょ。行けませんね、普通は行けませんね、はい、で海外から来たら本当に日本人は英語は得意じゃないけど、あの分からなくても一生懸命も駅までついていってくれたとかね、うん、本当に優しい、いいと。ゴミも街中ゴミが落ちてない、なぜゴミ箱がないのにゴミが落ちてないのがもう不思議で仕方がないって言うんですね。そうなんですね、はい、日本の評判がいいんですよ。で食べ物が安いとか、うん、で最近ね、今まで日本で一番人気やったのは寿司なんですけど、はい、逆転しましたね。何になりました？ラーメン。ラーメンはね、それこそあの日本でプレーするプロのアスリート、まあ野球とかサッカーの世界なんかそうですけれども、うんうんうん、ラーメン好きな人多いらしいですね。でこのラーメンがどうしてこんなに美味しいのが700円なのって、値段もびっくり。いや以前に比べればね、日本で長く暮らすとちょっと高くなったななんていうふうにも思うんですけれども、そうですよね。僕ね、先日一人で広島に遊びに行きまして、その時に原爆ドームとか平和記念資料館とか、外国人多かったですね。多いでしょうね。伊藤文雄の天下の一大事。食べ物さらに言いますとね、はい、ずっと前に言いましたね、弁当が。ああ、弁当という、はい、そう、食習慣って、ね、あの日本ぐらいにしかないんですよ。だからあのものづくり、日本はものづくりのレベル高いから海外に進出はものづくりが中心みたいな話、昔の話はそうでしたけど、はい、今はね弁当屋さんニューヨークに行って大当たりしました。はあ、あれは15ドルですから2000円少々の弁当が1日700個作って飛ぶように売れて、もう並んでもう昼前に行くとなくなってるっていうぐらい。あ、そうですか。2000個のな計算したらすごい金額なんですよ。ねえ、それとおにぎり、おにぎりがですか。え、
ツナマヨ、ツナマヨネーズね、あれがもう一番人気そうですか。でそのおにぎりが日本で食べて美味しかったから、うん、そのおかげで日本の米がどんどん今ヨーロッパアメリカに出て、で炊飯器も売れて、あれでそういうのはもうパサパサ食べれないとかね、もう日本の食文化を含めた文化が輸出されてるっていうことも言えるでしょうね、はい、うん、だってこんなの僕ら外国の人に言われないと分かんないじゃないですか、うん、弁当なんて当たり前、うん、なんなら自分で作って持ってきますよみたいなこととかもそうですし、うん、あそうやって何かこう日本のいい部分を彼らにとっては新しい発見ですから、 そうですね、その発見をしてくれたっていうことに僕らがまた改めて気づいてっていう、そうそうそう、いやだからねさっき広島に行ったっていう話をしましたけど、うん、そのいろんな写真を、うん、撮るんですよね、うんうん、あこんなことあったのか、まあ、平和記念資料館もそうだし、はい、原爆ドームとか、うん、当然日本ならではの街並みとか、うんうんうん、そういうところもいろいろと撮ってるんですけど、うん、あ多分本人たちにとっては初めて見るような、うん、まあ、僕ら観光地行くと、ね、うん、初めて見るものの連続ですけれども、うん、新たな驚き、うん、でもそれは僕らにとっても気づかなかったような驚きっていうものを写真に撮ったりして、うん、あいろいろ拡散していくんだろうな、これ自分の国に帰ってこんなのがあったよ、こんな珍しいもの、うんうん、こんな興味深いものがあったよっていうことをこう周りに拡散してくれるのかなっていう、そういう期待を持ちました ね。日本に、あ、まあ、働きに来るとか留学、はい、日本の大学で勉強とかいろいろあの交流があって、まあ、男子がね日本に残って日本いい国だからここでしばらく働いてっていう例はたくさんあったんですが、うん、最近ヨーロッパアメリカの、ね、女子学生も、はい、日本にずっと住みたいことと言って、ほう、本国の親がね心配して、いやそんなこと言わないで1年間で帰ってきなさいとかっていう話があるんですけど、ヨーロッパから見るとパーイーストですからね、そうなんですよ、それがその日本にずっと住みたいっていうのはやはり一番いいのは治安がいい、もう東京のあんな繁華街をね12時過ぎてから歩けるなんてもう信じられんって言うんですね、本当に住みやすい、これは我々が見て何にも不思議に思わないのに、彼らもう多分欧米の皆さんは全員が不思議がありますね、これは子供が一人二人が子供だけで学校に歩いて通うとか、あもっと言えば子供が地下鉄に乗って学校に行くなんてもうこんなこともありえないって言うんですね、あ保護者なしでね、はい、アメリカの場合は多分12歳までの子供を一人で1時間も行くようなところもし出したら親が逮捕捕まる、うん、罰金刑とかね、はい、そのぐらいその治安がいい、だから住むのには本当に日本はいいんだっていう声が今非常に多いですね、黄金の国ジパングとはまた違った憧れられ方をしているという、 そうですね、そんな日本の現在の様子、はい、伊藤澄夫さんに伺いました、来週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。伊藤澄夫の天下の一大事、出演は株式会社伊藤製作所代表取締役会長伊藤澄夫さん、お相手は東海ラジオ原石和輝でした。